こんにちは、動画ファンの成田です。今回はインスタグラムの公式アプリブーメランをご案内します。どのようなアプリかと言いますと、こちらは、写真を連続して撮影して、それをジフアニメのようにループ動画として作成できる、そしてインスタグラムやフェイスブックにも投稿できるという面白い動画作成アプリとなっております。インスタグラムの公式アプリとなっておりますので、インスタグラム楽しんでいらっしゃる方はぜひお試しになってみてください。では実際にアプリをインストールして使ってみたいと思います。まずは Android、いつも通り解説ページ開いていただきますと、アプリのインストール先載っております。まず Android ですね、ブーメランフロムインスタグラムというこちらのリンクをタップしてください。そうすると、プレイストアの方が開きますので、こちらですね、この無限大のマーク、これがブーメランのマークになっております。インストールをタップします。はい、インストールの方が完了いたしました。こちら開くの表示が出てきましたら、インストールは完了です。一旦閉じてしまいましょう。続いて iPhone ですね。 iPhone は、Android の解説の下に iPhone のインストール先載っております。6番から iPhone 版インストール先、こちらになっております。同じくブーメランフロムインスタグラム、こちらをタップしてインストールをしていきましょう。はい、そうすると同じくこの無限大のマークが開きますね。アップストアで開きますので、入手をタップします。インストールと表示変わりましたら、インストールをタップしてください。ぐるぐるっと表示から切り替わるまでお待ちください。はい、途中で iTunes ストアにサインインの画面出てきましたら、パスワードを入力して OK をタップします。はい、画面切り替わりまして、こちら開くの表示出てまいりましたら、インストールは完了です。では一旦こちらも閉じてしまいましょう。はい、そうすると Android、iPhone それぞれこのような無限大のマークですね、こちらがブーメランフロムインスタグラムのアプリとなっております。こちらをタップして、それではアプリを起動していきましょう。ここからは Android で解説をしてまいります。ではアプリを起動していきます。はい、そうするとこのような、画面が、チュートリアル画面が出てまいります。ページをスライドして、こちらの画面出てきましたら、スタート、こちらをタップします。で、最初だけこのようにカメラへのアクセス許可しますかといった表示が出てくるかと思います。これは許可をタップしてください。こちらも許可をタップします。はい、そうするとカメラの方が起動いたします。こちらがシャッター画面になります。こちらのぐるぐるという矢印のマークですね、こちらをタップしていただくとカメラが切り替わりまして、自分を撮るときはこちら側のカメラにしてください。今回は、こちらのカメラを使って撮影をしていきます。では実際に撮影を行ってみましょう。真ん中の白いボタン、こちらがシャッターボタンになっております。白い紙にいたずら書きをしてみたいと思いますので、その様子をちょっと撮影してみます。ではやってみます。はい、はい、そうすると結構あっという間なんですよね。というのがですね、1秒間に10枚の静止画、画像を撮影して、それを連続して動画のように、表示させるというものになりますので、非常に短い動画です。で、画面が切り替わってこのような表示となります。このまんまインスタグラムやフェイスブックに直接投稿もできますし、右上の保存、こちらをタップするとスマホの本体に保存することができるようになります。
またですね、この左上のこの時計のようなマーク、こちらをタップすると、この動きを右へやると早くして、左へやると遅くして、というふうに速度を変えてあげることができます。また真ん中のこのマークですね、こちらが、スタビライズというものができるようなんですが、ちょっと今回できなかったようなので割愛させていただきます。ハサミのマーク、こちらは不要な部分カットすることができるようになっております。よろしければ右上のチェックマークで元に戻ってください。それではですね、せっかくなんでこのまんまインスタグラムの方にちょっと投稿を行ってみたいと思います。このインスタグラム、こちらをタップします。そうすると保存をされて画面が切り替わって、インスタグラムのアプリが開きます。次に開始されます。よろしければ右上の矢印で先へ進んでいきましょう。そうするといつも通りのあのフィルター使うことができます。それではちょっとこんな風に黄色っぽい画面にしてみましょうかね。よろしければ次へをタップします。いつも通りインスタグラムのいつも通りの、機能が使えるということになりますね。ではキャプションを書いていきましょう。それではせっかくなんで今回使ったアプリの名前、ブーメランですね、この名前を入れていきましょう。ブーメラン、ハッシュタグで入れていきたいと思います。こんな感じでコメント入力いたしました。で、位置情報を入力したりとか、Facebook や Twitter とシェアすることも可能となっております。今回はこのまま Instagram にだけ投稿をしていきたいと思います。よろしければ右上のシェア、こちらをタップします。そうするといつも通りですね、こんな感じでインスタグラムに投稿ができました。でこのようにブーメランで撮影した動画はこのようにブーメランで作成という表示が出ております。これで投稿が完了いたしました。で、今インスタグラム開いてたんですけれども、ブーメランの画面に戻っていただくとこのような表示が出て、終了タップしていただくと元に戻って終了となります。でちなみに今撮影した動画なんですけれども、ギャラリーとかカメラロールといった、スマホの中の画像保存フォルダ開いていただくとブーメランというフォルダが作成されておりまして、こちらタップしていただくと今撮影した動画の方がありますので、こんな風に確認をすることができるようになっております。非常に短い動画ではあるんですけれども、面白い瞬間をインスタグラムに投稿できるようになるかと思います。ぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。